日立プラズマディスプレイ株式会社はかつて存在したプラズマディスプレイのパネルを製造販売する電気機器メーカー。本社は宮崎県東諸方郡国府町田市立1815富士通と日立製作所のプラズマディスプレイパネル事業を合併し富士通日立プラズマディスプレイ株式会社として1999年4月に設立した両社が 株式の50%ずつを保有していたが、2005年に株式譲渡により、日立製作所が80.1%、富士通が19.9%ずつ保有することになった。また、ソニーも資本協力していた。2008年2月21日の株主総会において、2008年4月1日付にて、称号の変更。 取締役の交代及び組織の体制変更を行う方針が決定。日立製作所が富士通保有の同社名義株式のすべてを取得することに伴い同日付で日立プラズマディスプレイ株式会社に称号を変更した。2008年9月18日に2008年度内でのプラズマディスプレイパネル生産からの撤退を発表した。ガラスパネル部材は パナソニックプラズマディスプレイから調達し、回路の生産とプラズマテレビセットの組み立て、販売は継続する。2009年9月、昭和シェルソーラーへ、本社工場の譲渡が基本合意され、2011年より、ソーラーフロンティア宮崎第三工場として稼働している。一時は、日立製作所、富士通ゼネラル、ソニー、山陽電機などの日本の 各電機メーカーへパネルを供給しており、国内トップシェアであった。日立プラズマディスプレイのパネルは、アリスパネルとして知られている。ありがとうございます。